皆さんこんにちは、アクタス商品開発の野口と申します。で今日はですね、セブンカラーズリビングというテーマで7つの色をテーマにしたこう暮らしの提案を今しているんですけれども、前週に引き続いて今週はちょっと私の方で4つのテーマのブースをご紹介してみたいなというふうに思ってます。今週はあれですよね、野口さん自身がスタイリングされたブースもあれば、はい、他の方がスタイリングされたブースも終わりになるんですよね。そうですね。なのでちょっと他の人がやったところに関してはいろいろ話は聞いてるんですけど、なんかこう私がそこのブースからこうどういうふうにこう感じ取ったかみたいなことも含めてご紹介できるといいんじゃないかなって。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず一つ目にご紹介したいのは青ブルーの、ブースになります。こちら今回サマーハウスブルーというテーマにしてます。でなんかこうサマーハウスとかなんかそういったことを考えてると北欧っていうのがこうやっぱり出てきたんですよね。そこで表現したかったのは北欧のなんかこう老夫婦の過ごしてるみたいなこうこの緩やかさとか優しさをちょっと表現してみたいなと思って今回こちらのブースを作ってみました。で今回セレクトしているのがアイラーセン の, ビッグカールトンっていう1980年代半ばぐらいから実は存在しているソファーで、インテリアを一過性で集めていくっていうことではなくて、なんかこうちょっと青が好きな老夫婦がちょっとずつ本当に好きなものを混ぜ混ぜしながら、ひょっとしたらこう自分の記憶が投影されている古いものだったりとか、なんかそういったものがあることによって青っていう色のこう色の持つ平坦な側面っていうことではなくて、こう時間軸を入れることによってこうインテリアに深みを出してみたいなって思いながら、そこまで考えたと思いますなんかこの選んでったっていう感じです。なのでこのビッグカートンという少しクラシックなタイムレスな感じのする昔からあった感じの印象のものに対して、今回採用したのはちょっとコーディロイっぽいストライプの生地のものを採用しているんですね。なのでこれでソファー自体のこうなんていうのかな、奥行き感というかデザインのこういうフォルムを活かせられる、かつこうブルーではあるんですけれどもちょっと深みが出せるような、なんかそういう生地選びを今回しています。なんかすごい似合うなと思っていて、なんかモダンなソファーっていうよりもちょっと懐かしさみたいなものがなんかここにあるといいんじゃないかなって思っています。あとこうなんか集まっちゃった感がちょっと出したかったんですね。でその中でそのご夫婦が好きな青っていうものがたまに買い足されるみたいな感じをイメージしたかったので、やっぱり花いけたいよねってなった時にフラワーベースみたいなものがやっぱりすごく大切だったりとか、だけどこのフラワーベースに対して普通にこうお店でスタイリングするんだったら同じような色だったりとか割と色味の抑えた植物なんかを多分ディスプレイしていくと思うんですけれども、なんか今回はこう春にどこかでこう摘んできたお花を自然にあるみたいな感じがいいんじゃないかなとか思ってたので、あえてこういうちょっと暖色系のこうちょっとどこにもあるような感じのこうお花みたいなものをこちらに一緒に飾ってます。あとはそうですね、ちょっとこうホッとした感じの印象が欲しかったので、後ろの方にはラタンの素材の、あちらの鏡をちょっと配置をしています。やっぱり天然素材のものってどういった空間でも生きていくんだなみたいなところはなんか感じていただけるんじゃないかなって思うし、鏡って人の顔を映すためのものだけじゃなくて、多分お家の中っていう情景というアートを中に入れた多分アートフレームなんじゃないかなって思ってるんですよね。普段暮らしている空間に入れてもらうだけですごくいい存在になってくれるみたいなところはなんかこう感じていただけるような、気がしてます。クッションも、ブルーとは全然違う非対称なイエローとかも入れていきながら、少しでもニュアンスが近いような色味のある柄のものを入れることによってこうちょっとストイックさみたいなものをこうちょっと排除してみたりとか、あとはそうですね、今回ここのコーヒーテーブルちょっと実はポイントかもしれないです。ちょっとだけ高い
コーヒーテーブル合わせてみたんですね。高さ多分55センチぐらいあると思うんですよ。で、1950年代ぐらいにデザインされたコーヒーテーブルなんですけど、例えばソファーに座った時にコーヒーテーブルがすごく低いと腰が回らなきゃいけなかったりとか、やっぱり使い勝手が悪かったりとかするので、昔のコーヒーテーブルってすごく高いんですね。昔のこういう家具ってやっぱり使いやすかったんだよねみたいなことで、やっぱり老夫婦なので昔から持ってたものをちょっとやっぱりサマーハウスに持ってっちゃおうかなみたいな感じの、まあ、意味合いも含めてこのデンマーク のヴィンテージのコーヒーテーブルを入れています。こちらの青のブースっていうのは本当に爽やかさっていうよりも少しこう経年の変化と青の持つ優しさみたいなことなんか感じていただけるとすごくいいなって思っています。で、次のブースグレーなんですけれども、テーマはカームグレーっていう少しこう静やかさのあるようなグレーっていうことで作ったブースなんですよね。ここはですねソファーブランドのアイラーセン社 の社長 のアンダーサイラーセさんにあなたどのソファーの生地が好きっていうのを選んでもらってそれをもとに作っていったそういうブースになりますね。で、彼が選んでくれたのがすごくこう奥行き感のある折り目のこう豊かさがあるようなこういうグレーのファブリックで、あ、真面目な人だなでもなんかちょっと遊び入れたかったんだなみたいなことをすごく感じましたね。で、アンダース自体はすごく大柄な方なのでひょっとしたらこのぐらいのちょっとコンパクトなソファーは使われないかもしれないんですけれども、こういう単体のシェーズロングっていう言葉ですかね、非対称なこういうプロダクトを入れることによってこうすごくお部屋がこう弾んだ感じになるみたいなことはこのお部屋ですごくなんか感じていただけるんじゃないかなって思うんですね。なのでこう結構こういう変わった形のソファーって取り入れるのちょっと難しいかもしれないし、お店の中でどうしてもソファーを見てるとお部屋のイメージつきにくい方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、多く白木の多くの優しい色味とすごくこう黒が効いたそういう空間だと思います。北欧っていうと結構華やかな柄物だったりとか、あとはちょっとグレッシュなブルーとかそういったものを想起される方結構多いんですけれども、北欧の人たちの、スタイリングという言葉で言うと黒をうまくこうポイントで入れて空間締めていくかということがすごくうまいんですね。意外と北欧の名作家具もレザーでローンチされていったりとかレザーで名作になっていくケースってすごく多いんですけど、なのでここにあるのがオーレ・ヴァンシャーというデザイナーがデザインしたコロニアルチェアっていう非常に名作なんですけれども、この椅子もやっぱりレザーのとのコンビネーションですごくやっぱりポピュラーになっていったプロダクトの一つなんですよね。なのでこういう白木と黒あと、もちろんグレーがベースにはなっているんですけれども、こういうコンビネーションの豊かさ、黒って怖くないねっていうところはグレーのブースでもすごく感じ取っていただけるんじゃないかなと思います、続いて黒のブースですね。ここはテンダーブラック、テンダーってほど優しくないかもしれないんですけど、なんかそういうイメージで今回ちょっと黒を取り入れようという感じで作りました。優しさみたいな、なんかそういう感じの色なんで意味合いなんですけどね。お洋服の場合だといろいろ購入経験がすごくあるので、女性の方でも男性の方でも好きな方であれば黒ちゃんと取り入れるじゃないですか。なんですけどインテリアの場合だとやっぱり買ったことがないので黒っていう色が持ってる印象が圧倒的に男にいっちゃうんですよ。でなんですけどお洋服と一緒で多分そんなことないはずで、黒っていうものが好きな方であれば女性でも男性でも楽しめるよねっていうふうにちょっと思いながら、黒っていう色が持つその光を吸収するっていうことですか、なんかそういったことの良さをいろんなちょっとテイストを入れていきながら表現したかったのがこのブースですかね。だから意外とその素材感みたいなものはしっかりいろんなものをここには入れてっているのと、フォルムとテイストも
どっちかというとこうペルソナ、誰かを思い描くっていうことよりも黒のもともと持ってる光を吸収するっていうことと、ジェンダーを超えて好きだなって思っていただける、なんかそういう良さみたいなものを感じ取っていただけるといいんじゃないかなと思って、今回このボスを作っています。なのでソファーは今回レザーのものを今回取り入れています。で少しこうレザーもですね、すごいこう光沢感が強いものだと光の反射が強く出てしまう中で、でもなんかファブリックだとそうでもないなと思ってたので、少しこうちょっと擦ってる感じの少し表面が少しだけサラッザラッとしてるような感じのレザーを取り入れることによって、その黒に光が当たった時のこう少しのこう吸収感、スッっていう感じが出てるソファーを今回選んでいます。でプラス、やっぱり重たいソファーにしてし結構ヘビーなソファーにしてしまうと黒の重たさが目立ってしてしまうので、まあ、軽快なデザインの、まあ、ナタドラっていうソファーブランドになるんですけれども、こちらのものを入れることによって軽快さがあるとやっぱりこういろんな人たちが取り入れやすいみたいなものを黒の中に入れてるっていう感じですかね。あとはちょっとトライバルなクッションを入れていきつつ、本当にちょっと結構自由ですね、結構きっかけになったのはこの椅子でしたね。黒のこと考えてた時に新宿店にあるこの椅子見つけたんですよ。なんかこのテンションって考えてた時にテイストとかジェンダーとかそういったことじゃない空間できそうだなって、なんか一応バイヤーみたいなことやってるので結構モノ早期でこうテーマができてたみたいな感じですか。じゃあ最後ですかね、はい、次はブラウンのブースに行ってみたいと思います。最後はブラウンの茶色のブースですね。でこちらアーバンブラウンっていうテーマで、ちょっと若い、これは本当に男性の若い感じの方がなんか住んでるイメージをこのブースで表現してるんですけど、茶色もコンサバじゃなくてすごく楽しい感じになるんだなみたいなことはすごく表現できるブースなんじゃないかなって思ってます。なんかこう好きなものを集めていったら家の中がこう色だらけになっているようなそんな部屋に住んでいるんですけど、でもそれはそれでこう後で自分が見返した時にすごい楽しい瞬間、一回で揃えようとすると多分難しいんですよね。なんか好きになってもらってちょっとこう買い足していってもらって、好きになると買い足すと思うんですよ。それが生んでいく自然な感じというんですかね、記憶と結びついて結果時間が作るインテリアみたいなものがあると思うんです。それが最終色がこう何かテーマができたっていうことであれば、すごいその方のセンスなんだろうなと思います。はい、今日はありがとうございました。先週からですね、セブンカラーズオブリビングということで7つの色をテーマにしたブースのご紹介をさせていただいたんですけど、重なっちゃうんですけどね、色に縛られるとかそういった窮屈なことではなくて、色が好きでインテリアが好きでデザインが好きで暮らしをこうアップデートするのが好きだと、やっぱりちょっとこう買い足していったりとかっていうすることがあるんです。色と時間っていうものをなんか両方かけてもらって暮らしをこう作っていくと、いつも自分が好きなインテリアができると思うし、なんかこう愛着が湧くインテリアができるんじゃないかなと思ってます。今回いろいろブース作ったんですけど、皆さんにあって思っていただけるようなそういうブースができてると思います。なんか発見あると思うのでぜひ見に来ていただきたいなと思います。で今秋田新宿店の方で、はい、展示してますのでぜひご覧ください。ありがとうございました。